はい、今回は今リナセントクロニクルにおいて一番強いと言われているラストワードネクロというものをご紹介してきたなと思います。で、今ね、この砂上のネクロマンサーっていうカードが超流行ってるんよね。で、ラストワードを持っていたカードが10枚以上なら、3コス55で疾走を持ちながら、ラストワード1枚ね、カードを引くことができるということで、まあ、ブロンズカードにしてはね、ありえない能力を持ってるわけですよ。さらに、先日、エルフとかビショップなどの上位のクラスが、下方修正を受けたことによって、まあ、いわゆるコントロールで戦っていく構築っていうのが、まあ、台頭してきてると。要は、長く戦っていく構築っていうものが、強いとなってくるわけで、まあ、機械ネクロマンサーなどの早く決める構築よりも、ラストワードネクロが強いっていうのに、今、シフトしていってるよね。で、デッキは、こんな感じになってるので、スクリーンショットなどをね、撮ってもらいたいなと思うんですけど、もうね、今回の構築はネクロマンサーの世界が360度変わると言われているので、ぜひともこのデッキをね、参考にしてもらって、早速ね、プレイの方をやっていきたいなと思います。さあ、マッチングしました。体勢よろしくお願いします。お前、応答待ちにする暇があるって俺に思ってんのか、ベジー。よろしく、よろしく、よろしくね。さあ、なんだお前。潔のいいガキが好きじゃないぜ。へへへ。で、今回はですね、新環境ね、リナセントクロニクルにおいて、今ね、一番強いと言われてる構築、世界一位のネクロマンサーをご紹介してきたなと。思います。でね、ネクロはまあ2つのパターンがあって、まあ今相手がアイアローの残骸使ったけど、まあ機械ネクロをね使っている人が多いんよ。でそれがね、甘えているんですよね。もう機械ネクロの時代は終わったんですよ。それを今回お前に見せてあげるぜ。じゃあまずアーマードゴブリン行こうか。まあ機械ネクロはね、確かに流行ってるんやけど、このラストワネクロがね今超強いんよ。うん、どれぐらい強いかっていうと、これぐらい強いです。はい、お前ちょいちょいオート待ちになんのなんやろ。お前やる気がないんだったらシャドーバースやる意味はないぞよ。いいね。で、今回このセレスっていうカードを採用してるんやけど、このセレスがね、やっぱ強いよね。圧倒的な力のその基準を示すにあたって、やっぱセレスっていうカードがね、やっぱ強いからね。よろしゅうね。お前、悠長やな。お前、悠長やな。3コストで悩んでいるガキンチョなのか。お前、小賢しいな。なんだこいつ。お前、俺に向かって放置プレイをしているんじゃないだろうな。力は使いようです。YouTube ねー。まあ、ゆっくり行きましょうや。今からシャドーバースの極道注文見せてるからよ。ゆっくり行きましょうや。おおまあ、できればね、相手も機械置きたかったやろうね。さあ、皆さん盛り上がってきましたよ。まあ、シノモン使おうかな、ここは。シノモン通りおいでのせ、プン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 。まずはいじわいい。いいね。やっぱラスワネクロってなの。お前さっきから小賢しいな。お前、お前、くぅぅ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 ぅやっぱあまりにも強い構築やから相手もさ、ビビっちゃってるんやろね。ビビるなよこれぐらいの動きでさ。まだラストワネクロの序盤中の序盤の動きやぞ。なんやお前さっきから応答待ちばっかしやがって。ほんまにもう こういうさ、なんかそのミジンコっていうかさ、アメーバか知らんけどさ、微生物みたいな動きするのやめてくれへんかな。ああお前、
微生物のミトコンドリアか知らんけどさ、お前もうほんまになんかそのゾウリムシみたいな動きするのやめてくれへん。ああ、応答待ち応答待ちっていっぱいして、なんか俺を待たせてさ、なあ、ああゾウリムシな、ゾウリムシみたいなプレイングすんなよお前。まあゆっくり行きましょうや。今からね、シャドウバスの極道中も見せとるからよ。まあこれやっぱエンニアが強いよね。でもこれエンニアを振り切れば機械ネクロってのは結構抑えることできるんで、まあその抑えるって意味でもこのやっぱセレスが強いよね。盤面処理に関してはめちゃくちゃねやっぱ強いからね。お前はよしろや。こいつわざとやってんな多分。こいつわざとわざとねプレイング遅くしてるよこいつ絶対。ああ、あの普通もっと早いもん。お前なんなんほんまお前。お前絶対わざとやってるだろそれ。俺絶対ここはもうね意地でもリタイアしないからね。ああ、お前がリタイアするかお前をぶちのめすまで絶対試合を終わらせない。お前ほんま小賢しいなほんまに。まあこういうやつをね制裁を下す、まあ要は制裁を下す、いわゆるコテンパンにやっつけることこそがね世界の喜びですからね。まあゆっくり行きましょうや。まずは1枚目いいね、カレンチラシ受けるわ。いいね。まあここに関してはセレスがいるんやけど、でセレスのなラストワード能力も強いのよね。まあここはしっかり相打ちとやん。あー相打ち取らしてもらって、へへへ。まあこれ相打ちさせてこう取るのもありかもしれんね。そうするとまあ強い動きをすることができるから、インモラルディザリアをどういう風に使っていくのかっていうのは重要なんやけど、だからまあゴシックリーパーを破壊して、もたらすのもありかもしれんね。ここはそういこうか、いくよいくよ、お前ら見てろ。まずは1枚目、忌まわしき最短の効果で、まずは2枚目、キャワワが1番だ。こういう処理ができるから、へへへへへ。見ろお前ら、これが今のネクロマンサーですね。38のね、スタッツのカード出せる。まあこれこういうさ、これできるのいいよね。まあかなりやっぱ強いよ。必殺持ちラストワード3ダメージの、38のカード、これを突破するにはエンネアしかないんやけど、さっきエンネアを切ってしまってるよね。つまりお前に勝つという2文字はない。しかもまん丸を召喚してもエンネア自身では破壊することはできないからね。もちろんまん丸でも処理をすることはできない。まん丸は5しかね攻撃力ないからね。お前ちょっとプレイ遅くない？ああ、ちょっとなめとうよねお前。ああ、へへへ、お前小賢しいなー。おれーロリ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 、うまい。いいね、だが破壊できない。これが強い、これが超強いね。お前煽ってきやがって、今こそ俺の力を見せてやるから覚えとけよお前。へへ。まあ疾走持つという能力持ってるんやけど、だってインモラルディザリアはねあんまりここでは使いたくないと。まあドローできるからしっかりと、まあインモラルディザリアをまだ使う。でもな、これ別に使うのもありやな正直ね。これ進化すれば5点入るわけやど、まあ使うか。じゃあまずは1枚目、いいね。そしてこれね使っていこうか。魂をかけるぜ、ププ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 プ。まずは1枚目、いついつもしまい。まあネクロのやっぱ弱点っていうのは、消滅させるカードはないので、ここでしっかりと5点を稼げる。ここでかいよ。いいね。まあここから多分まん丸プラス1コストが使えるから、まあこの6ターン目は結構強いよね。このマンサー5ターン目がちょっとねやっぱそのセレスが取れなかったらあるけど、ここから結構ねいい動きをすることができるんじゃないかな。さあかかってこいよ。俺の予測は全てよ。世界すらも予測するんだ。世界のね動向すらも予測することができるんですよ。悠長やなー。まあこれでもね38
ガチャ突破することはできないし、まあたとえ突破してもラストワードの3点ダメージでねエンニアが破壊される可能性があると。まあそのビンゴストライクを取ることができれば相手の動きをしっかり抑え込むことができる。しかもこのラストワードでしっかり、こいつマジで強いよねラストワードで1枚引いて5点の失踪として殴れる、なかなかそんなカードないよな。言うちゃうな。だが5点のダメージを受けてもらう。そしてお前のヘルスが9点になった時、ネクロインパルスの剣なになることがなるのでーす。やっぱねこれねほんまに強い。今の環境高校やで、これしかもあのね高校っていう動きでこれだけの強さをもたらすっていうのはマジで強い。あーだからビショップとかがあいいねー。さあ皆さん盛り上がってきましたよ。お前のライフが9点の時点で負けているんですよ。2、4、6、8、9、10、プン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 。まずは1枚目、こういう動きをすることができると。まあかなり手堅くね強い構築なんで、もう本当にね今ネクロマンサー機械ネクロも強いと証明してるし、マジで強いです。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。さあちょっと1戦目小賢しかったんやけども、さあウィッチやね、今の環境ねウィッチはティア1候補にあるんよ。まあ、むしろティア1に近い可能性が一番高いクラスであって、このねウィッチを倒してこそ、まあ、真のね私のこのデッキの強さというものをね証明できると思うんですけど、まあ一戦見た感じやっぱその、セレスがさやっぱ強すぎるよね。ラストアドの性能、そしてインモラでディアルの、ダメージの投手、お前悠長だお前悠長やな。でねカゲロウっていうカードもしっかり採用されてるので、まあラストアドネクロはね前期あの暗黒のメリサで結構流行っていたけど、やっぱカゲロウが強いよね。あーで、サービス、あ、で、おお、お前それ強いな。お前、おお、お前それ強いぞ、なかなか。お前それなかなかやってるね。ああ、お前なかなかそれ強い。5点5個入るの結構でかいよね。なんやけども、まあ、ここはしっかりドローソースをもたらしながら行こうか。まあ、ここででもダメージ受けるのあまりやりたくないから、まあ、もしくはネクロインパルスで一回当てるっていうのもありかもしれんね。これ結構ね、あえて上振れてるよ。うん、でもそれをしっかり返せるのがやっぱネクロの強みやと思うんで、ちょっとネクロインパルス行こうか。あのね、焦らないこと重要やからね。あいや、これでもね、進化圏ない状態で、その、5の攻撃力を出す。これほんま強いよね、今だからね。ほんとにウィッチ強いよ。ああでこのウィッチの進化の枚数だからもうこの時点で進化稼げるターンが来てないにもかかわらずもう進化2枚稼げてるからね。ここがね今のそのウィッチの強いとこなよね。だからどんだけ相手が上振れても 100% の勝率を今回ね、お見せします。もっと強くしてくれた方がいいけどね。ああもっとねもっと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 あ、いいね。じゃあまずはソウルガイドおばさんの効果によってまずは破壊していこうか。破壊こそ殺戮、殺戮こそが我がチンプ。へへへ。ここねゼルガニンヤがいるので回復に関しても結構ねアドが取れそうやんね。悠長やなー。まあ進化を切るのはでもねやっぱりこのセレスなんで進化切っていこうか。やっぱこのセレスがジャーン強いからね。まあ、うざいカードはしっかり処理しておいて次のターンから回復のソースを当てていこうか。まあ、そのターンに回復するためにも、まあ、これソウルガイドが入ってるからねこれもでかいよね。さあ盛り上がってきましたよ。でもなウィッチはね結構そのギルド会議とかドローするカードが非常に多く含まれてるので結構ね手堅くやっていく。しかもグリーンマニルが採用されてるんよ。でそれもねかなりでかいよね。資源を発見、悠長やな。で、あ、で、あ、で、やっぱセレスが強いな。セレスのラストワードの能力によって破壊されるんだ。まあこの必殺の時点取られてるけどね。いやいいね、セレスが強いね。もうまくり返してるのがやばいよ。今のこの盤面をまくり返したという2文字が存在していること自体がおかしな世界線ですからね。
じゃあまずは行かせてもらうか。ドローソースを稼ぐという2文字。イエー。じゃあまずは行かせてもらうか。ソウルガイドでまずはこのカードを破壊して、ドローソースを確保しながら44のフォロワーカード。復活を望む。お探しいな本か。いいね。まあそうなるんやったら、まあでもインモラルディザイア使えたけど、まあ次のターンでもいいか。まあ7でいけるしね。ここはもうね、カゲロウのごとく2枚展開してラスワを稼がしていこうか。いいねいいねいいね。まあオミナスタイラントは強いね。オミナスタイラントにこのインモラルディザイアをつけていく。何度でも。おお、でも相手進化圏5回使ってるねこれ。さあ皆さん盛り上がってきましたよ。盛り上がってきましたよ皆さん。ラストワードの破壊枚数があと2枚で成功する。小賢しいなぁ。うわぁ、うぅぅぅお前ユーチュアなぁ。私の顔面にダメージを与え反撃の呪しを当てようというのか。面白いじゃないか。じゃあ行かせてもらうか、そろそろな。俺の本当の流儀というものを見せてあげるぜ。オミナスタイナできたいんで、まあ、回復はどちらかというとゼルガネイは見えてるから、打点の方をオミナスタイラントに当てていきながら、回復の方を、このネクロマンサーが進化することになるんで、こっちに一応つけておこうか。いやー、いいねー。まずは1枚目。いいね。これ断面取るだけではなく6点ダメージ。やっぱオミナスタイラントのさ、このぶっといスタッツがね、まるでヘラクレスオオカブトの幼虫みたいやんね。ハッピー咲かせてみせましょう。お前ユーチューバーな、さっきからそんな豆粒みたいなさ、豆豆腐のエンドウ豆みたいなプレイングしやがってよ。エンドウ豆食っとけよ。だから6点のダメージを受けてもらうぜ。このやっぱラストワードでしっかりね、インモラルディ、やっぱインモラルディザリアがやっぱ強いよね。そしてラストワードはこのカードが破壊される瞬間、私は魂の糸を加えつつ、もう除去しながらね、相手のね、フォロワーに4点ダメージ与えながら顔面に4点与えていく。つまり12点のダメージは見えているんですよ。ああ。さあ、皆さん盛り上がってきましたよ。超盛り上がってきたね。ああ、行かしてもらうか。じゃあね、まあクリストフをこのターン召喚してから、まずクリストフをデュアして、人雷魔境なんでね、まずは1枚目。まあ打点を稼ぐのもありかなって感じはするけど、このカードがね、一応進化無料でするんよね。疾走プラス進化がいけるんやけど、誓いの一刀を使うかどうかな。でもラストワードがもう10枚以上あるんで、ドローしながら横展開ラストは稼げるって感じか。そうなるんやったらやで。ちょっと待ってよ。破壊された時ラストワード持っていたコスト2以下のフォロワーと同盟のカードを出すので、ちょっと待てよ。まあ焦る必要じゃないんやけど、まあまずはじゃあドローソースから見させてもらうか。まずは1枚目。いいね。俺の力はこんなもんじゃねえ。で、このカードで回復できるんで、このカード無料進化使っていこうか。あ、まあでもラスト持ってるから、これ一回処理のがいいな。待ってよ。焦らず行こうや。ああ、焦らず行こうや。ああ。行かすぜ、フルフルスタイル。ブルー、まずは1枚目。5つもしまいや、これもしまいや、今が極道注文見せたるわ、いつまでもしまいや。はい、悠長。おお、でもそいつ強いね。そいつ強いね。確かに能力を消す能力が強いね。だがここから俺のオンパレードは始まっていく。ヘルスが10点しかないお前に何ができるって言うんだい。5点の回復がなかなかやるな。まあなかなかでも恐ろしいけど、でもこの能力全て消すのは無理やろうな。おーおーおーおお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 
OK。 だがこのオミナスタイラントのこの力強さ、すべてを終わらせてもらうやねえか。まずは1枚目。さらにこのカードは無料進化をしながら、シストを持つと。強すぎるぞお前、お前ら強すぎる。マジでこれが今のネクロマンサーなんですよ。マジで機械ネクロより強いので、ぜひねお試しください。